あ、よく見たらこれトヨタダイナレッカー車になってるで。三菱キャンターレッカー車じゃないんだね。気づいてよかった。はい、皆さんこんにちは。今日紹介するドミカはこちら。JAF オリジナル三菱ふそうキャンターレッカー車です。はい、しっかり見ていきます。このトミカは JAF オリジナルの特注トミカだね。車種は三菱ふそうキャンターです。で、正面から見るとこんな感じだね。 JAF とかキャンターとか三菱のエンブレムがプリントされてます。で、ヘッドライトはシルバーの塗装だね。で、このバンパーのところはブラックの樹脂素材にイエローのラインが入ってるね。で、ルーフの部分は警告灯がついてます。で、運転席側の側面のドアのところには JAF のエンブレムだね。で、この部分に JAF 日本自動車連盟とプリントされてあるね。で、ボディはブルーのところに側面はホワイトで塗装がされてます。で、後ろの部分はテールランプはレッドの塗装です。で、助手席側の側面はこんな感じだね。基本的に運転席側と同じデザインになってます。で、タイヤはサスペンションがついてます。で、レッカー車だから後ろのこのレッカー部分の可動があるね。この辺も結構細かく作られてます。で、裏の部分は三菱ふそうキャンター2002年の写真になってます。こうやって見てみると街で走ってる JAF のレッカー車そのままのカラーリングだね。すごく出来がいいです。じゃあこのシルビアをレッカー移動してみようかな。まずはこのレッカー部分の可動を下げて、ここにタイヤを乗せて、いい感じにレッカー移動できるね。で、ちょっと車高の低い車だと引っ張れるけど、なんか微妙に擦ってるね、下の部分ね。はい、同じ車種のキャンターレッカー車並べてみました。で、この濃いブルーの方はトミカ釣りでゲットしたやつだね。で、正面の方を比べてみると、まあ、この JAF っていうロゴが違うっていうのもあるけど、この辺のバンパーの感じがやっぱり全然違うね。こっちの方がやっぱりレッカー車っぽいね。で、ルーフの部分は当然赤色灯がついてるのとついてないのって感じだね。で、側面を比べてみると、やっぱり特注トミカらしくこうプリントがしっかりされてるね。やっぱりプリントが何もないとちょっと寂しい感じだね。で、後ろの方を比べてみると、トミカ釣りの方はこの辺がしっかりカラーリングがされてるね。で、レッカーのこの可動部分を比べてみると、この部分は同じ動き方だね。あ、よく見たらここの塗装の質感が違うね。こっちはちょっとこうアルミっぽい質感になってるね。で、シャーシの方は同じだね。どちらも2002年のキャンターになってます。で、箱の方は正面のパッケージに JAF のレッカー車の写真だね。で、この部分に JAF のロゴがプリントされてます。で、側面はこんな感じだね。あ、JAF っていうのは日本自動車連盟が正式名称なんだね。で、裏の方はこんな感じだね。はい、今日は JAF オリジナルの特注トミカ三菱ふそうキャンターレッカー車紹介してみました。やっぱりこの JAF のレッカー車っていうと、なんか安心感があるカラーリングだね。で、こういうところの JAF のロゴもしっかりプリントされてて、すごい良かったね。で、この JAF のレッカー車はやっぱり人気がすごいあって、発売当初すぐ完売したね。で、その後発売されてなかったけど、最近予約が開始されました。で、JAF のオリジナルグッズを販売している JAF 通販機構っていうところで買えるね。 JAF オリジナルトミカ、トヨタダイナレッカー車プラス日産ジュークセットはね。あ、よく見たら車種がキャンターじゃなくてダイナになってるね。そうだね、こうやって比べてみると、ヘッドライト周りのこの辺のデザインが全然違うね。で、カラーリングはこれはどうなのかな、写真の違いでの色の違いかな。で、こっちのジュークの JAF バージョンっていうのも前から発売されてたね。こっちも結構プレミアついてたかな。で、価格は税込み2000円だね。で、入荷待ちってなってるけど、お届けは11月上旬より順次発送になってるね。今これカートへ入れるを押せる状態になってます。
こんな感じで JAF の特注トミカが2台で送料込みで2000円だからいいね。でこの JAF のレッカー車は少し前までオークションだと1500円から2000円ぐらいしてたよね。で手に入れるんだったら今のネット予約がいいかな。店頭では売ってるのかな、ちょっとその辺確認してないです。はい、今日も最後までご覧いただきありがとうございました。またチャンネル登録もお願いします。今日もおしまいです。バイバーイ。